ベートーベンの学術的な伝記を最初に執筆した作家として今なお音楽史上に三千たる名を残しており時にアメリカ合衆国における音楽学の事実上の始祖とみなされている。セイヤーのベートーベン伝はその内容の正確さや信頼性から発表から幾歳月を重ねた現在もベートーベンに関する基礎資料として言及されている。 ハーバード大学ロースクールの司書であったが、アントンシン・トラーによるベートーベンンの数々の矛盾点に気づく。1849年にヨーロッパに渡り、ドイツ語を学習し情報を収集して、独自の研究に取りかかる。ジャーナリズムで生計を立てつつ、何かと困窮した末に、ついにトリエステのアメリカ領事に任命され、力作を追求することが可能になる。 自身のドイツ語によるベートーベンデーの初版は、1866年から1879年に、かけて3冊に分けて公表され、1816年までの、ベートーベンが扱われている。セイヤーの没後に、まずはその領友ヘルマン・ダイテルズによって、ダイテルズ自身が死去するとフーゴーリーマンによって、セイヤーの覚書に基づく、第4巻と第5巻が出版された。 この2冊では、1817年から、ベートーベンの没年までが扱われている。セイヤーによるベートーベンの評伝は、電気に調査、分析、精度の近代的な基準をもたらし、電気の水準を向上させた。1865年にセイヤーは次のように、記している。自分は、理論のために戦ったのでもないし、エコビーキしようとしたのでもない。 自分の唯一の観点は真理である。1921年に英語版をまとめた音楽評論家のクレイビールは、すでに1917年にセイヤーについて次のように表している。勤勉さ、熱心さ、分析力の鋭さ、巨神誕生、公平無視な人柄によって接したすべての人々の信頼を勝ち得たのである。もっとも、 分ぶった大ボラ武器の場合は別だろうが、それがでっち上げたエソラごとすら、歴史の真実に対する関心によって、セイヤーは熱心に打ち破ろうとしたのだ。セイヤーのベートーベンデーの最新版は、エリオット・フォーブズによって、構成、改訂されている。1890年頃のセイヤー。ありがとうございます。